日本を訪れる外国人が増加を続ける中、イスラム教徒の数も増えています。こうした人たちをもてなすには、イスラム教で食べることを許された食品、ハラルフードの提供が必要で、都内ではハラルフードに対応した店舗が急増しているんです。いらっしゃいませ。ドネルドネル、ドネルサンド、プラプラとどうぞ。羽田空港にある人気のトルコ料理店。中東の代表的な料理、ケバブやトルコアイスなどが楽しめます。トルコは国民の大部分がイスラム教徒で、このお店ではハラルフードを提供しています。こっちみんなヘラルで、ヘラルクルで、豚じゃない、豚全然ないで、アルコールない。ハラルとはアラビア語で許されたものという意味で、ハラルフードにはイスラム教で禁止されている豚やお酒が入っていません。全部ハラルで私やってるよ。こっちヨルトで私で。また、食べることが許された食材であっても、適切な管理がされていないものは認められていないため、こちらのお店では管理が難しいソースなどを手作りしています。食材が限られる上、管理も厳しいハラルフード。都内を訪れるイスラム教徒は、東京でハラルフードはもうたくさんあります、あると思います。もうどこでもハラルフードはありますから、もうちょっと大丈夫だと思います。 Before we arrive hereWhich halal food, the best halal food, best restaurant halal food in Japan, in Tokyo. ハラル対応のお店を紹介するサイトによりますと、都内ではその数が急増していて、4年前に比べておよそ8倍になりました。さらに、全体的にはすごくレベルが上がってきてて、お店の数も増えていてというところなんですが、やっぱり浅草ですとか上野ですとか新宿ですとか、そういったところに関してはもう完全に激戦区になっているので、もう味ですとかサービスですとか、そういったところがしっかりとしてないとお客様が呼べない状況にはなっています。外国人が集まる一部のエリアがハラルフードの激戦区になっているというのです。浅草にオープンしたこちら和食のお店、店頭にあるメニューを見てみますと、このようにハラール認証のマークが入っています。先月末にオープンしたばかりのこちらのお店は、ホテル椿山荘東京などを運営する藤田観光が手掛けました。スタッフの3分の1はイスラム教徒で、店舗には礼拝室も設置されています。提供されているのはしゃぶしゃぶやすき焼きなどの和食です。今回店を出すにあたり、ハラルに対応するために大きな課題があったといいます。和食のその肝であるアルコールを、お酒を使わないということで、お酒を抜いたものを作るというので、ちょっとまあ苦労はしました。苦労の末に完成した自慢の和食。この日店を訪れたイスラム教徒も一口食べてこの表情。料理を堪能した客は、美味しかったです。初めてです。初めてです、はい、ここに来て良かったと思います。もう長い時間日本で住んでて、特に今羨ましいね、若い人は。私ずっと若い時はこんなに食べられなくて、観光たちだけじゃなくて、日本で住んでるの、外国人、イスラム教の外国人たちにとっては多分すごく嬉しいと思うけど、はい。藤田観光の瀬川社長は、この店をきっかけにイスラム教徒への対応を広げていきたいと話します。この店で、そのムスリムの方のニーズを把握して、もっと展開を広めていきたいというふうに思っております。スタートとしてこの店の位置づけというのは非常に重要視をしているということでございます。ぜひ成功させたいと思っております。都内で広がりを見せるハラルフード、
2020年に向け大きなうねりとなりそうです。